これものすごい後ろヘビーです。まあ宿はまだ厳密には予約はしてないんで。あ、はい、いやとまだまだなんですよ。行こうと思っているところは、うん、バックホンで後ろヘビー、ここさっき私が、ま、あの入り込んでしまったところです。あ、また始まった。結局あの女の子のところだけ見てしまったの私は。下心あるみたいじゃないですか、それじゃ。いやらしい。ちなみに昼頃なんですかね、海に入れるのは。3番窓口に行く。とにかく、でも更新手続きを。逆走。今あの逆走して戻ってあれを見てまた元に戻ってます。レオタード。あ、そうでしたね。でもお昼どうしますかね。まだ11時だからかくかく。そうですね、 FMLE は復活できないんですよ。一旦あのエラーを起こしてしまうと。ん、なんて言ってる。お知らせします。すぐさま。どれどれ。更新手続きなど祭りの話じゃないのか。ちょっと待ってください。ツイッターで襟裳岬の田中さん、あ、この先の人だ多分。フォローした。田中さんのツイート見ると俺ん家にいるって書いてある。俺ん家にいるって。あなたんち、あなたんち、あそこですね。オレンジはあそこです。3番窓口にて更新手続きを。田中さんだったんですね。お世話になりました。サインにバックを。保健福祉課からの。すごいな、やっぱり襟裳岬とかいうキーワードで見つけられたんですかね。ニコ生とかツイッターか、ツイッターでなんか見られたって言ってましたよね。あっちでもなんかすごいとこ、まあここも観光地ですからね。今ここはさっきちょっと離れたからかも。もうしばらくしたら復活すると思いますけどね。眺めが、前来た時はここは霧、一面霧でした。風、今日は大丈夫ですね。あったかいです。今日は本当気持ちいいんですよ。担保。ケガニ。今日は三石っていう駅のあたりを目指してます。今回ですね。あと気温に恵まれている。もっともっと寒いと思った。どうかこのあたりが無敵食堂なんですよね。あれかな。このレストハウスの中が無敵食堂があるところなのかな。あ、無敵だ。やっぱここだ。23度。おお。やった。自転車どこに、ここで置いとけばいいのかな。おお。荷物外してあるな、これ。すごい自転車。鍋とか。いや、仲間というかこの人の方がすごいですね。ビアンキのクロスバイクで同じような車種なのかな、これ。お会計の時の合言葉。いや、ちょっと昼ご飯もう少しちょっと早いかなと思うんで。
キャンプ、いや多分荷物置いてるのか、それか今一時的にこうなってるんじゃないですかね。で、私はこの風の館入ったことないけど、時間的にちょっとスキップしようかな。キャリアですね。この辺り置いとくかな。ちょっとポタファイ持ってセンター見てき、いてててて、センター見てきます。あのですね、自転車の重さが半端じゃないんで今。風の館は確かなんかの体験とかもあるんじゃないんですか、結構なんか。まあとりあえず行きましょうか。鍵かけた？鍵？鍵か、鍵ですね。あ、そうだ、一応 GPS 持って先端のログは取っとこう。こんにちは。よいしょ。襟もはそうですね。鍵はめんどくさいだけです。かけないことを主義としてるわけではないです。かけるめんどくささとリスクを考えて、私はここは大丈夫かなと思って。そう、先端ログ。風力発電はここには確かないんじゃないですかね。うん、ないですね、そういや。あってもおかしくないのにな。基本的に鍵かかってない自転車に乗っていく人なのか。でも疲れたと思って自転車捨ててもまた鍵のかかってない自転車を見つけてしまったら乗らざるを得ない。一応今回の旅行でランドマーク的にはここはかなり大きなところですね。荷物、そうそう、ライト、そうでしたね。まあ、中山駅は無法地帯だから仕方がない。もう二度そんなことはしない、中山駅では。あ、そうそう、アザラシ見たいんですよ。前来た時はアザラシ以前に海面が見えなかった。今いるんですかね。そう、ランドマークタワー、アザラシ今の時期いるのかな。アザラシ食べられますよね、確か。やっぱ風すごいな。あれの風車が回ってると聞こえますかね、風車というか風車というか。結構すごいですね。いいでしょう、アザラシ。いや、ちょっと私はカプコンの方かと思ってしまった。元ネタの方かな。芝生内は陥没の恐れがあるので舗装箇所を通行してくださいって。陥没の恐れがあるのか。地雷か、あのドリーネとか、ドリーネとなんだっけ、あの山口県の秋吉台みたいな。うん、これ灯台ですね。襟裳灯台、襟裳岬灯台。乗ってる乗ってる。そう、狭き門などでした。トドのマジで。エルモ、私はエルモとクッキーモンスターをいつも間違えてる。リンゴじゃなかったですね。で、私は岬の曲知らないです。あ、一応センターまであるな。前あそこまで行かなかったんだよな。結構距離あるな。あそこまで結構距離あるな。先端、まあ行ってみるかな。よ、パノラマか。そうするべき。景色的に全部つながってる景色っていうのはこれ撮れないのかな。この芝生の中歩いてていいんですかね。
出が前来たの夕方でした。これは芝生は入るなと書いてないけどどうなんだろう。これって常識的に入るべきじゃないですかね。もう入っちゃいましたけど、ほらこの景色、多分眺め的にはここが一番ですよね、崖が。 GoPro 用に、ちょっと待ってください。シャッター方向、あれこれじゃない、パノラマ方向、撮影方向、右、よし、ちょっとお待ちください。現在の、現在の撮影モードはここです。何、どういうこと、どれ、こうこうこう、あれなんで、あ、これなんかさっきのなんだ、ちょっと待ってください。せーの、アザラシ、これから確認します。合ってると思うんですけどね。もう一回、念のためもう一回。iPhone、 そうですね。iPhone の方が実はパノラマ綺麗に撮れるんですけど。トドは見たことないな。野生トド見たことないです。ちょっともう一回、もう一枚。こうか。よし、そうですか、夏はいないのかな。アシカ、そう、あ、アシカもないですね。届いのうわ遠い。まあでも前回来なかったしな。エリング岬、階段は下りさえこなしてしまう、上りの方がまだ私は楽だから。敵、あ、やっぱり魚食っちゃうんですかね。自転車用の靴です。いや、私のこれはまあ歩きやすいタイプの SPD シューズです。トド、北海道の海で少なくとも夏に見るのはアザラシだけじゃないですか。トドとか北海道は12回目かな、13回目かな、毎回毎回丸1週間9日間ぐらい休み取ってきてるんで、実はかなりの日数過ごしてる。夏だけだけど 9×10 回だとしても90日、まるまる3ヶ月以上分いますよね、トータルで言うと。バナナマン、9日間ですね。北海道本当に旅行するにはいいですよ。北海道ですよ。担いで、うわー重たいだろうに、ツーリングの荷物だと。あ、こんにちは。北海道本当によく来てますよ。放送始めてからしばらく、最初に行った以外は数年来てなかっただけで。柵が危険、あ、割とすぐ着くかな、バイクか。さっきの絵自転車じゃなかったと思うな。あ、さっきの自転車、あのあれか、違うと思うな。少なくとも自転車乗りは、あの今日みたいな暖かい日につなぎ定規着て長袖とかいうのは多分ないと思う。いや、長袖あることあることあるか、あることあることあるか、出たくなる、頑張れ青森。今回は後半は苫小牧から八戸に渡って青森行くつもりです。で、何回目っていうのは配信が
北海道での配信ですかね、は2回目です。4年前に1回、富良野の方とか通ったことが、放送しながら行ったことがあります。その時の映像は、微妙に、微妙には載せたかな。どっから来たの。今回のスタートは3日前に、帯広空港からです。私は横浜に住んでる人です。出身は福岡県です。好きな食べ物は餅でも、餅ばっかりあんまりたくさん食うのは苦手です。好きだからといって、とか待って、毎回こんなこと言ってるな。あと、果物とかも美味しいですよね。風蓮、餅はまあ固めたご飯ですからね。太るから。お墓、バチ、帯広の町は行ってないですね、うん、人が近づいたから下げよう。撮ったんだ、新潟アザラシ、新潟アザラシ、かわいい。イラスト田中とゆみさんって、さっきの田中さんの関係の方ではないのかな。で、あれがさっき、祭りの人たちが集合してた場所ですね。あれアザラシですかね。え、そう、あれが多分そうだろうと思って見てるんだけど、なんかあちこち見てるように見えますね。なかなかね、すぐ潜っちゃうんで、潜ると長いんですよ。ああ、いい、やった、あ、潜った。アザラシいる、いる。潜っちゃったら長いんだもん。ちょっと放送でも見せられるかな。アザラシいますよ、今2頭いました。ズームしたって厳しいぐらいの距離ですけどね。ちょっと待ってください。さっきのソースやろうとしてます。こうしてちょっと出てくるまで待ってください。まだ出てこないです。弓上げは今ちょっと大きくしたけど、ちょっと待って、もう少し下げるか。いや、結構いけると思う、これ。隅にないな。さっき写真撮れたかな。あ、潜る瞬間だけ撮れてた。ピントどこ、これ。この辺りですよね、ピント。これ潜る瞬間です。ピント合ってますか。顔出てる瞬間間に合わなかったです。合ってますかね。で、上がってくるまで長いらしいので、本当にいるんですね。あ、違うか。そこら辺にですね、さっきアザラシが2頭顔出してたんですよ。で、潜ったらしばらく長くて、また出てくるそうです。もう1分ぐらい経ってますけどね。ごめん。岩の上に。アザラシ。アザアザ。ちょっとピントをとっさに戻すのが難しいんで、まあいいや、しばらく元に戻しとくか。アザラシが顔出す瞬間が狙いなんで、ピント調整する時間も欲しいんですよ。リアルタイムで撮る見せるよりは、写真撮れたのを見せた方がいいかな。
まずは私は写真撮ることを優先しよう。動画はこれは映んないです。何頭見えるの？さっき2頭言いました。銭形。あと模様もなんかあのブチブチですよね。でも丸くて可愛くないですか？あいつ。あとあの日向ぼっこするためにあの岩の上に寝そべるというかなんか反ってるんですよね。あのバナナの反ってる面を上に置いてるみたいな状態であの日向ぼっこしてます。できる限りその日光に当たろうというのかあのエビ反りになって、エビ反りというかあの 横向きなんですよね。横エビ反りになってなぜか岩の上にいるんですよ、アザラシって。あそこで今少し、あ違うか、来ねえな。さっきですね、頭だけ見えてて、あの多分直立した状態で頭出してたと思うんですけどね。あのキョロ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 あっちこっち向いてるのが可愛かったです。シャチどうなんですかね、いるのかな。まずは現れたら写真撮って、余裕があればリアルタイムで見せる努力をしてみます。まだか、まだか。これは動画ですが動いて見えますか、見えませんか。いや、望遠レンズじゃなくてデジカメズームだけです。いや、函館じゃなくて苫小牧からフェリー乗るつもりです。多分もう気変わらないかな、この後は。なんかちらっと白っぽいのが水あの海面の中、海の中見えるような気がするんですけどね。もういらっしゃいません。キリタップですか。キリタヌの行こうよ、キリタギレって言ったの今。キリタップ私2回行きました。キャンプ場とあとエトピリカ村っていう徒歩宿に泊まったことあります。エトピリカ村は北海道で初めて北海道行った時に初めて泊まった宿。あ、いた、出た。どこだ、声か。一頭だけ見えてる。小さい。これ厳しい。ちょっと待ってください。もう一枚撮ってから。どれ。どこだ。あ、いなくなってる。じゃあ写真見せますかね。こんなの。ちょっと周りが明るくて見づらいですけど、こんな感じ。あとは、ちょっと待って、もうちょっと綺麗撮れてるのないかな。あ、これがいいな。これ大きさ違うやつがいますかね。これ今これ2頭とも右見てますよね。でこれがさっきはあの右見たり左見たりキョロキョロしてたんですよ。かわいい、ピカピカですよね。頭が丸くて犬、あ確かに尖り方、口の尖り方とか犬っぽいよな。というわけでアザラシ見れたな。2頭だけだったけどもっとたくさんいるもんなのかな普段は。あ、そうだ、ピント。コロニー望遠、コロニーがあるのか。他はいないかな。これキャップピカピカですよね。テカテカですよね。昼飯か、11時半か。昼飯食えるな。じゃあ食べていくかな。なんかあのパスワードがあるって今更お聞きできますかね。コーチ
らしてるだろうよ。焼きそば頑張れた、昨日食ったわ。結局ゆっくりしてしまった。食べるとこありますよ。あの無敵食堂っていう、あのインビンシブル食堂っていうところがあってですね、であれがさっきの待機場所ですね。インビンシブルです。無敵って意味です。延長は来てない？はい。スクール水着、スクール水着、本当ですか？それ嘘だったら怒りますよ。本当かどうかわからんな、こりゃ。本当でしょうか？どうなんでしょうか？難しい。判断が難しい。昆布漁は見てないですね。でも前来たとき見たことあります。昆布漁見たのはキルタップで見たことある。ツイッターです。ツイッター、そうそう、無敵食堂のツイッターは無敵食堂でしたよね。オンラインビジブル見なかったことにするってやつですね。ビンディング、そうですね、ビンディングペダルじゃ、ペダルというか、まあシューズです。だから場所によっちゃカリカリ言います。無敵食堂行きますかね、せっかくだから。時間的にちょうどよくなっちゃったから。まだ70キロぐらいあるんですけど、三石までちょっと厳しいかな。あ、ツイッターに合言葉、もしかしてツイッター乗って日替わりなんですかね。ほんとマジか、言わなきゃいかんのか。注文時に合言葉、言わなきゃいかんのか、それ本当に。ね、恥ずかしい言葉ですよね、それなりに。なんていうかあれですね、メイド喫茶的なノリを感じるな。何かをもらいます。あ、割引というわけではないのかな。海の来月、あ、また始まってる。もえもえですね。結局昼になってしまった。ふう。10キロくらいですかね。やっぱり1日8キロとかいう計画は。でもまあ今日80キロなんですけどね。まあ決めた、それ戻るわ。今日は三石駅のあたりまで行こうと思ってます。ふう、デートリーですね。ツールと北海道出てないっす。ツール系は私は全然、あ、ツールドチチップとツールドラフランスが出ました。ツールドラフランスはもう 3,4 回出たかな。あ、すみません。ツールの中山は知らないな。ラムちゃん数えられなくなっちゃった。鹿肉か。ツールドラフランスは山形県上山市で毎年11月頭に行われる、サイクリング大会です。ツールといっても全然順位とかタイムとかはなくて、第一チェックポイントで
第一チェックポイントがラ・フランス農園になっておりまして、そこでラ・フランス食べ放題です。で、長い方のコースで30キロだっけ、50キロだっけ走って帰ってくると、おにぎりとあの芋煮が振る舞われます。戻った。そう、ラ・フランス食べ放題です。でも意外と丸1個分ぐらい食ってしまうと、それなりに満足してしまいますね。でもラ・フランス本当うまいよな。あのネクター的な美味しさが、水のラ・フランス村、ラ・フランスのラ、ザ・フランスって意味だったと思います確か。上がる上がる。ダ・埼玉のダ、ダ・パンプのダですね。それはダ・パンプのダ、ダ・埼玉のダはラ・カンパネラ。さて、ここから先追い風になるかな。岬に風が吹いて、ここから先全部追い風なんていう都合のいい話じゃないですかね。あれ、私は今 どう回ってる。んライブカメラ、そっちの道行けばいいのか。ここで昼寝は、この辺りの道微妙に分かりづらい。あ、歩行地ですよ。まあ自慢じゃないけど、自慢じゃないけど、自転車、あ、もう一個の自転車まだありますね。私のやつもある。これで、あ、自転車旅行の敷居は低いですよ、皆さんが思ってるよりは。体力的な話だったら疲れなきゃいいだけであって、うん、今日は空気澄んでますね。スカートが、あ、赤さんか、いらっしゃいません。私は11年ぶりです。ここは大して変わらないですね。ちょっと待ってください。さっきのキーワードが未だに騙されてるんじゃないかという。ウニ丼、ウニ丼はですね、ウニの量が多すぎてありがたみがなくなるんですよ。あれ、無敵食堂さん、やった、信じます、信じます、信じるが、信じるが、どれどれ、書いてあるな。みんな、えりも岬のお祭りにおいでよ。無敵食堂も青春昆布神社も開店。トヨニン君も待ってるよ。デバ、今日もよろしくお願いします。スクール水着。マジか。今またスクール水着って、あの、マジに聞こえるような声で言ってしまいましたね。スクール水着。ウニ丼、そこそこでいいかなと私は思ってるんですけどね。そうだ、一応カメラはスクリーンズください、それは言わない。一応まあ許可もらってからかな。
これかな、これだな。あれ、あ、こっちか。こちらですね。鹿に鹿肉を食わせているように見えるというツッコミは多分過去に100回ぐらいやられてるんだろうな。よっと、あ、うわ、アイコンです、うどん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 、まい、中でやるかと、こんにちは、どこがいいかな。ここはお客さんが来られてるんですかね。どこがいいかな。じゃあここで。今これですね、あの電車旅行しながら、あのネットで生放送しながら走ってるんですけど、これと食べるとか撮っても大丈夫ですかね。一応ここのツイッターとかやり取りしながら来ました。あ、そうなんですか。ええ、大丈夫ですか。じゃあこっちこうて、結構下ものですか。あ、じゃあすみません、はい、あとなんかキーワードっていうのは今言うんですかね。キーワードがあるときに踏みすぎて、はい、A セットでお願いします。 A セット、スクール水着で、スクール水着で、店員さんは若いお姉さんなんですよ。あ、ありがとうございます。はい、自転車だ。何でわかるの。自転車でしたね。予想外。
着替えてる。あのツイッターつぶやいてる人はどこにいるんだ。ウニ丼とウニ丼とエリモラーメンのセットが2000円しなかったんで頼んでしまった。食い切れるかな。後ろにポスター、うん、よっ。あ、そっか、カレーでもよかったな量的に。まあ、あんまり無理食べるのやめとこう。このあと70キロあるし。ん？あれ、読み上げしなくなってるな。ウニ丼はこれ安いから多分。あ、これ根室で、根室っていうか野迫岬で食べたやつとよく似てる。あ、すいません。ミニ丼でしたね。よかった、これだったらいける。そう、ウニはこのぐらいの量じゃないとありがたみがなくなってしまう。前稚内で丼いっぱいの3000円のウニ丼食ったんですけど、ありがたみがなくなってた。逆光になりますね。このぐらいかな、はい、じゃあいただきます。
丼一杯とラーメンだったら厳しすぎるかなと頼んだ後に思ったんですけどね。じゃあ黙々といただきます。生ウニと久しぶり食ったけどうまいっすね。めちゃくちゃうまいです。塩ラーメンですね。塩ラーメン、これあの納沙布岬の方もこんな感じのラーメン食べたことある。まあ、ラーメンも半分サイズだとちょうどいいぐらいですね。これは、なんだろう、この貝は。ん？萌え旗。店内ポスター1個ある以外、あんまり、そんなにモイモイしてないんですよ。これアワビですかね。ポスターの方は別のお客さんが座られてるんで映せないな。どうも、ごちそうさまでした。
うまい。割引券じゃなくて名刺もらいました。タチ味か。うん、地元と人と話すときに抵抗になるので、それは。スカイチャージは 色なんですかね、買ったのは色で。この水色は水色のイトトンボの色によく似てる。刺身、チョコエッグ、札幌一番、無敵チョコ、どうなんですかね。私が来た11年前には多分なんか、いや、あったんだろうな。多分元の名前の無敵チョコだったんだと思う。うまいですね。あとやっぱ鬼丼うまいや。延長できてますね。ツイッターの中の人お姉さんっぽくないけどな。
3キロですよね。今日は民宿狙いです。ごちそうさま。よいしょ、ちょっと待ってください。あ、そうだ、トイレ行ってこう、今のうちに。待ちよ待ちよ。そこらトイレ行ってきますんで。
お待たせしました。あ、そっか。これスピーカーから今鳴らなくなってたんだった。忘れてた。どうなってんだろうこれ。よっと。あ、鳴るようになってよかった。なんで治ったか分からんけど鳴るようになった。青春昆布ってそもそも青春昆布そうですか。顔疲れて見えます。エロいですか。バイク用のメガネ。パソコン小さいんですよ。ちょっと10点満点。うに丼です。ラーメンで1900円はまあそこそこですかね。でバッテリーは4分の3あるな。まだ本当にまだ4分の3あるか。というわけで襟裳岬予想外に堪能してしまった。襟裳岬だけで 2,3 時間なんぼ。ラーメンとアワビですかね。あれ貝が入ったラーメンとミニウニ飲んで1900円。帰りたくまだ全然帰りたくないですね。ミニウニ丼よっと。サイなんか午後の時間ですね。やばいな。やしてないんですよ。73キロ先の宿に今からつけるかどうか不安で仕方がなくて。まあ宿が7時8時まで夕食待ってもらえるんだったらいいかな。道の駅の豚丼か。道の駅は結構食事をこだわってるとこありますよね。私が前食ってうまいなと思ったのが厚岸のべあのべ牡蠣弁天丼でしたっけ。貝の牡蠣を揚げてあるやつなんですけど、あれうまかった。私貝類はあんまり得意じゃないんですけどね。萌えにハマってるからですね。全くおっしゃる通り。バッテリーは途中で切れるでしょうね。今日は2日目だし。私休みです。夕食、昨日の夜は全然問題なかったです。まあたまたま暖かかったんでしょうけどね。73キロか。風向き次第。7時間ぐらいですよ私は。マジでドライビー道の駅は違うと思うな。バイクやっぱいっぱい来てますね。ていうか車多いな。台風で73キロ。それはそのネタは午前中も聞いた。お尻は今のところ大丈夫だと思います。だんだん慣れてくるはず。これからよっと。左からまず風向き確認してから宿に電話しよう。サマニか。サマニだったらあと20キロぐらいですかね。明日苫小牧まで行こうと思ったら、そもそも苫小牧まで、そうだ、まず苫小牧までの距離を見てからそれを半分ぐらいしようかな。外周線ですね。カクカクですけど。あ、登っ、さあ、そうそう、確かこの先に少しアップダウンがあったと思う。ちょっと待ってください。白命令しやがったな。詳細、ああ、ちょっとそれですね。枠説明更新するの忘れて、あ、枠説明の予定ルート更新するの忘れてて、苫小牧以降までの距離、ああ、こう155キロ？苫小牧明日着いて夜の便でフェリーで八戸渡ろうかと思ってるんですけどね。ちょっと待ってください。
174キロ、直線距離とあれと違うのか。174、あ、やっぱり今日70何キロ走っとかないと明日つかないな、苫小牧には。あー、うーん、電話するか。あと70キロオーバー走るつもりで行きますよ。で、さっき、あのホームページ、もうページは調べてて、JR 日高線、日高三石駅前、これだよな。三石旅館、一泊二食5,500円。その前、手前の本切駅っていうところにもあるんですけど、三石駅前、三石駅前、間違ってないよな。ちょっともう一遍だけ。暗くなるだと思いますね。三石、これだよな。ここだよな。73キロ。うん、73キロ。電話する。20キロ。風向きだと思うんですよね。じゃあちょっと一旦読み上げ下げます。三石行こうか。発信。まあ一人だと泊まれないこともあるから、まあいくつかかけてみる覚悟で。あ、すいません、今日一人泊まりたいんですけども入れるでしょうか。あ、はい。あ、もしもし。あ、お願いします。食事は今からだと間に合いますかね。あ、夕食、ええ、あ、お願いします。あとそれとですね、今からえりも岬に今いて自転車で向かうんでちょっと遅くなるかもしれないんですけど、何時までに着けば食事大丈夫ですかね。多分7時かぐらいには着くと思うんですけど。あ、じゃあすみません、もう、はい、今えりも岬です。多分夜7時ぐらいには着くと思います。じゃあすみません、お願いします。遅くなりそうだったら、名前吉川です。はい、あ、ちょっと待ってください。あ、あ、あ、戻りましたか、声。あ、そうだ。よいしょ。取れました、取れました。声は今、電話番号とかだけ一応念のために、外しといたんですけどね。どうかな。今、マイク引っこ抜いてました。あ、あ、あ、録音もできてるよな。大丈夫だよな。よし。全部、まずい。まあ、電話番号聞かれたところで、番号に嫌がらせ電話を受け続けるようだったら番号を変えるという手もあるだろうし。細かく、あなたも一緒に、電話かけてもダメ。じゃあ、あと70キロオーバー頑張りますかね。まあ夜7時でも大丈夫って言われたんで、まあでも8時ぐらいになる可能性もあるとは思ってるけど、だいたいアベレージ10キロぐらいになるからな。じゃあ行きましょうかね。
千葉味覚、あの三井資料館ですかね。まああんまり急がずに行こうと思います。五種の家系かどうかよく分かんないんですよ。止まりすぎ。それは分かっている。地球岬は室蘭のちょい東側でしたよね。あれもアイヌ語が元なんだけど、なんかあの水平線が見えるんで、いかにも地球って感じで。どんどん荷物は多いのもあるんですけどね。でもなんでこんなに時間かかるのか自分でもよくわからないです。そう、地球岬祭りやったら、まあ見ていくかな。渡来人、渡来人、一応予定ルートではって、そうか、予定ルート見えてないからいいんだ。本当はですね、この近くに何峠だっけな、なんたら峠っていう岬のちょっと北側の、北側のあの坂道があるんですけど、そっち行こうと思ってたけど、ちょっと登って戻ってこようと思ってたけどやめる。あれで、どうすかこの景色、どうなんですかこの景色。あ、まあ、右の水、海、潮水。あ、いいですね。秋吉どうか。私は秋吉台通った時は、あのあちこち石灰の路頭があるんですよね。室蘭までは行かないです。苫小牧で明日フェリー乗ろうと思ってますが、明日も100キロぐらい走んないと届かないな、苫小牧は。風向きは今ちょっと横風ですね。右から吹いてる。大丈夫かな。少なくとも向かい風じゃないっぽい。お肉って、そうだって北海道ツーリングですから、夏休みは8月に取れなかったから。100m、電車は、いや今回乗らないですけど、フェリー、なんか夜行フェリーで、あ待てよ、でも私はそういや船そんな強くないんだった。でもどうせだったら船の中で一泊過ごしたいじゃないですか、なんとなく。電車この辺り汽車かな、やっぱり。うん、ん、何見えて、あとちょっと GoPro が気になってきた。 GoPro は録画できてる、 OK。 ガリガリ君か。あ、風力発電ちょっとだけありますね。2基だけ立ってる、明らかに。船の風呂か、それもいいですね。フェリーでお楽しみでしたね。あ、です。大洗、大洗との間どこでしたっけ、あれ苫小牧でしたっけ。大洗からのフェリーはどこに着くんだっけ。うん、八戸で。自然だらけというか、自然じゃないものはそんなに多くないから。あ、苫小牧か、あれも苫小牧なのか。じゃあ八戸に行こうと思ってうっかり間違って大洗に行って、でガルパンの聖地巡りとかもしてしまう可能性があるわけか。やばいな。あれサンフラワーですよね。そうそう、サンフラワーは大洗とのやつ。同じサンフラワーって名前でもあれ所有してるとことか結構違うんでしたっけ、北海道。そうなんですよ、寒そうだったからもうとっとと切り上げようと思ってたんですけど、意外といいですね今回気候が。予想外に暖かい。金福ありますね。あ、金福でよかったっけ、大洗のあの明太子メーカーサンフラワー。そうそう、三井商船、新木さん、
チンギスハンとジンギスカンはあれ関係あるんですかね、料理のジンギスカンは。値段ふまふまイガなんて、あ、やっぱり関係ある、いや関係って同じ言葉なんですかね、あれは。返したね、あーなるほど、なるほど、なんとなくオリエンタルな。トルコライス、あれ根室のはエスカロップか、エスカロップは別に何でもないのかな、元の言葉っていうのはないのかな。トルコライスと思い出したけど、根室にはなんかエスカロップという地元名物の洋食があって、何がエスカロップなのかがわからない。なんかトルコライスみたいな感じなんだけど、あれ何が乗ってましたっけ、とんかつとデミソースが乗ってんでしたっけ、デミソース、ドミグラスソース。エスカロップ食ったことあります、あのモンブランっていうバーで食べました。根室のモンブランが発祥なんだか一番古いんだかで紹介されてたんで、うん、あトルコ風呂、モンブラン美味しかったですね。ただあの本当にスナックなんで店の中が薄暗くて落ち着かなかったです。うん、エスカロップ、あでもエスカロップはあの竹の回転のいいですよね。竹の子入りの、何ライスって言うんだろう、バターライス、ん何が持たない、トルコアイス創業、ん創業モンブランのことかな。エスカップ飲んだことあります。3000円、本物ししゃもですか、食べるかな、昼ご飯のタイミングかな。いや私前食ったことありますよ、ししゃも定食。ししゃもなのに高いなと思ったんですけど、あれ本物のししゃもってやつですね。タンキーハスカップは知らない。ハスカップ系のは何がハスカップ味かって分かんないですよね。14キロ、まあそんなもんかな、もうちょっとあると思うけど、20キロはないぐらい。いや何たってもうウニ丼で腹いっぱいでございますから、ウニ丼で、生ウニ丼で腹いっぱいでございますから。いや今平地ですね、ほぼ。なんか紫色の実の絵を、あの紫色の実が載ってる写真は、写真というか絵は印象に残ってるんだけど、味としてあのハスカップって認識したことないですね。自慢、あの生ウニ丼を食べたことですか、私が生ウニ丼で腹いっぱいになってることですか。そうかもしれない。何年ですか、どうですかね、ノーメンテだったらさすがに 1,2 年でサビサビになったりすると思うんだけどな、チェーンとか。ウニ丼はミニウニ丼とあの、アワビか何かが入ったセットのラーメンのセットで1900円でした。パンの耳、私は生ウニ丼を食べました。生ウニ丼を、そう生ウニ丼を食べました。ちょっと待ってください、荷物がちょっと偏って足に当たってるような、大丈夫かな、確かアワビだじゃないのかな、あれは分かんないな。せよっとっと、まあ大丈夫かな、そう大事なことだから。レーダー基地固定しっかりしないと、相場的にはそうですよね。んチェーン、あチェーン、
あ、でもつぶがいラーメンっていうの別にありましたけどね。生じゃないウニはなんかつけてあるやつ、あの酒っぽい味がするやつ。私あっちはそんなにと、あの若干苦手なんですよね、あれ。私はあの生ウニじゃないと受け付けない体なので、生ウニじゃないと。あ、そう、アルコール漬けかな、あれは。チャーシュー、そう、高い男ですから、安くない男ですから。そう、生が、あ、まだ昆布干してる。ちょっと下り坂だけどもったいないけど、ほら昆布あんな風に干します。もう干し終わって細くなってるな。高級品で体ができてる。わら、昔生きて食べたウニ丼はうまかったな。凝固剤入れてないウニはうまいからな。ゴムは使わない主義です。見えますか、あの砂利、一面の砂利の駐車場みたいなところに昆布が並べてあるんですよ。昆布取ってるのは、あ、見えないか。マルトマ食堂って何でしたっけ、有名なとこですかね。で、今日は6時間6時間京都。9時、可能性なくもない。ボケてるのはこれのためです。ほら、今夜の宿は三井市旅館だったかな。ほら、すく水は干してないですか。干してるんですね。こうやって送れるわけだ。そうそう、こうやって送れるわけです。あそこのトラック、あのクレーンついてないな。温泉の効能わかめ。見えました、生海丼さん。生海丼さん、三井市旅館だと思います、確か。旅館だけで一泊二食付きで5,500円だっけ、5,400円か、そんぐらいです。さて、ズームすごいです。あっちのキラキラしてる海も綺麗。電線は入るけどいいや。ちょっとお待ちください、私が写真撮るまで。うん、どんな反応、いや特に。自転車旅行者多いですからね、こっちは。天気悪くなるよ。天気マジで。いざとなったらじゃあ輪行かな。でもこの荷物で輪行したら死ぬな。天気マジか。よっと。今日の予報見てないです、そもそも。よっと。明日以降の話なら仕方がない。今日のルート更新していた。そう、ルート、あの忘れてました、すみません。いざとなったら日高温泉で臨行ですね。いざ、そうですね。私は今日知床に行きます。知床に、知床も寒いでしょうね、今は。生海丼さん、急ぎましょう。すみません。ちょっとアップダウンありますね。うん、日本で知床、熊ばっかりですよ、熊は。またアップダウンある。自転車レーンというわけではないですね、ここは。あ、また干してる。 ありそう。探してみない。ん、苫小牧まで今日泊まる宿からも100キロぐらいあるんですよね。うん、なんか子供がいた。なんか子供がいた。6時間で200キロ。余裕なのはあなたの基準です。それが全世界に通用すると思うな。全世界に通用するなどとは決して思うな。
筋肉痛はまだ大丈夫ですね。よっ、だだだ、早く出たいですね。私は荷物あっても同じですけどね。やっとかー、出てて3時間。変速は調整があまりちゃんとできてないからですね。風は今ないな。暗がり峠ですね。上り坂です。これはスノーシェルター。力かかって、力がかかってない時に変速しきれなかったんです。間に合わなかったんです。ヒゲドありがとうございます。そう、イベントのリストまだ作ってないな。タイムシフトがあるうちに作らないと。今日は一人部屋だから、いろいろイベントリスト、タイムシフト視聴用イベントリストとか作ろう。いろいろできますね。おととい泊まった赤霊館だとみんなで喋ってる時間しかなかったですからね。あれはあれで楽しいんだけど、次の日の予定決めてない人間とかは意外と時間が厳しい。考える時間がない。牛の、あれわかんないんですよね。昨日から何キロっていう看板見てるんですけど、増えてきてるんですけど、千人浜、百人浜じゃなくて。ちなみに昨日泊まったキャンプ場は百人浜オートキャンプ場っていうところで、夜なんかテントの外をパタパタ叩くような音が聞こえなくもなかったような。左右？いや本当に猫いたんですよ昨日。場内をずっとうろついてた。泊まった食事はやっぱり美味しかったです。やっぱりあそこ料理凝ってる。単純に奥さんの料理うまいだけなのかな。ふぅ、操作。またアップダウンだ。こんにちは。まだ素材。昆布羊羹。今日は本当爽やかです。今の時間は日が当たっていると少し暑いぐらい。昨日はかなり寝ました。今登ってます。
鹿注意、おお。注意の鹿の数が違う。温泉脇の入りました。見えましたか、今の鹿注意看板。4頭乗ってた。4頭初めて言いました。四角からはみ出してましたね。でも熊はいるらしいですよ、あちこち。ただメタに遭遇しない。 GPS 消えてますか。また熊と遭遇は知床半島でゴムボートツアーで、あの漁業の作業場にゴムボートでみんなで上陸させてもらったところで目の前までクマ来ました。ゴムボートツアー、あのシャリの徒歩宿の風の子っていうところでゴムボートツアーやるっていうんでツーリング1日休んで参加しました。でゴムボートが自力で膨らますんですよ。かなりの重労働でしたあれで、50キロぐらいある発動機を、ちょっと原動機、あのスクリューついてるやつ、あれをあの50キロぐらいある、それをみんなで担いでボートに設置しなきゃいけないんです。痛くてなりますよあれ。あと乗り心地もゴムじゃないんですよ、感触はプラスチックの感触に近いです。だから尻結構痛いです。ただあのエンジン切った時の静かさと、あと海面までめちゃくちゃ近いっていうのは、あのクルーズじゃ全然味わえない醍醐味でしたね。まあ、クルーズ乗ったことないんだけど。スノーシェッド、スノーシェルターか、岡本。私ニコ生クルーズももう乗ったことない。シュワル、カヌー、沖縄ではやったことないな。もしモスクピーク、自分で買ってこい。またあれだ、4匹看板。今ここじゃ見ますかね。よっと、まあここは人いないですね。なんだろうな、安定してると思うんだけど。ひとせ、でこもの、さっきのあれ何ゆかさんでしたっけ、あの田中さん、えりも岬の田中さんところは、まあ、たまたま顔を合わせただけでしたけどね。そうそう、コーヒーいただいてきました。まだ行ってないですかね。犬もいましたね、可愛かったな昨日の。どうですか、行ってないですか。突入はなんかしばらく閉鎖されましたね。とても可愛かった。来ましたかね。なんだろうな。10時。よし行こうか。昨
昨日の夕方はあの黄金道路トンネルが多くて、逆にトンネルのせいで割とスピードが出た感じ。それすごい、入間岬までから全然進まなかったな。男自転車二人旅は昔、結構前からやってますよね。あの連続じゃなくて特番みたいな形で、まあヨーロッパ走ってるの見たことあります。犬 GoPro 映像には残ってるはず。あ、ちなみに昨日の GoPro 映像はレンズが汚れてたのか傷がついてるのが映ってるのか、画面の真ん中が白っぽくてひどい映像になってました。だからあの犬のトツも並走してくれたワンちゃんも白っぽく映ってるはず。遠い傷かなと思うんで撮って写真。残念だったな、あの映像画質は。昨日ちょっとあのハードディスクに取り込みついでに少し見てみたんですけどね、そう、犬と和解しました。下る下る、レオタードも白っぽく映ってますね。 GoPro どのぐらいメジャーだったのかな、昔はどのぐらいのメジャーさ加減だったのか。コメント読み上げずれてますか。今日ずっと水、そうです。猫と若い、猫にはあんまり猫にもあんまり疲れないですよね。こうからか、アザラシの、そうですね。まあ長期になったらどうしてもそうなりますね。長期であるからそうなるんであって、私だからではない。雨男じゃない、雨男じゃない。そうそう、猫犬可愛かったですからね。その後もなんかあの何公園だっけ、あれ白林公園だっけ、あの大気町の公園で向こうから犬がまっすぐこっちに向かってやってきて、でまたまっすぐ帰ってきましたね。温泉、温泉今日洗濯したいですね。変な小屋、ああ、あの白いやつですね。そうです、そうです。今ここまで負けると前が見えない。可愛かったですよね。吠えもせずに、なんか絡みつきもせずに普通に横走ってくれましたからね。閉めるくらい、そうですね、あと戸を閉めることができたりしますね。まだ私はバス停泊はないな。じゃあつく、じゃあつき上がるのか。バス停これですね。やった、なぜかてっぺんのあのところが黄色いステンドグラスっぽくなってる。ここは歌別、別は川って意味だったと思います、確か。トイレ、ああ、あれか、教会っぽいやつ。
あれバス停ですね。そんな貸別夕日配信は、うん、無期的にはできるはずですね。その時まで曇ってなければできるでしょう。サルはまあ5時半には着かないだろうからな。島根ブルー、どうなんだろう。まあ不便でしょうけどね。行ったか。よっと。千葉、北海道ですかね。キツネ写真、あ、キツネのシルエット。あ、そういう、昨日の夕方、あのキツネ見ましたよ。あのチラッと道路の少しあの左の下の方に、土手の下に見える草むらの中にパキパキ音がしてるなと思ったらキツネがいました。で、あのいいせな、あのチッチッチッとか口笛吹いたりしてみせたんですけど、なかなか気づかなくて、ようやく気づいたと思ったらパッと逃げてきました。鈍すぎる。こっちは散々注意喚起してるのに気づくのが遅い。ああ、そうか、ルルルだけ。え、キノコックスみたいですね。うん、キツネも来てた可能性は十分あります。夜のキャンプ場とかはあの外に残ってるものがないかって探しに来る可能性ありますね。砂漠のキツネ、カタカナ。砂漠のキツネはロメルでしたかね。砂漠のネズミか、あれは違ったっけ。どっちか忘れた。デザートラットだから。いや、今日はあの今日行くところは日高三石駅前の旅館です。ネズミじゃなかったですかね、デザートラット。ロメルは北の国から。私実は見たことない。あ、キクマが。あと三石まであと70キロぐらいあるんで、夜7時8時になる可能性が高い。輪行するのも結構今の装備だとコスト高いんですよ。そう、ドイツアフリカ軍団。そう、カクカクなのは通常配信だからです。 FMLE が今エラーを起こして次の枠に移るまで私の環境だとなぜかダメなんです。関地君、末吉君の店はあの新装オープンいたしまして、というか店舗初めて持ちまして、あの初日おととい初日オープン、初日で、おとといは10時開店12時に売り切れ、昨日は11時開店の13時売り切れだったそうです。というわけで、あの小熊屋洋菓子店に行くなら、あの開店してから2時間以内が狙い目も何も それ以降何も残ってないらしいんで、ご引きにお願いします。私の実の妹の店なんで。場所は箱崎駅から JR 鹿児島本線箱崎駅から結構離れてるな。繁盛、まあ最初は、まあ、確かに繁盛すると思うんで、その後続くかどうかですね。場所が、あ、そうそう、それは前は、でも前のあれ店舗じゃなくて事務所みたいな感じだったんで、事務所っていうか、まあ調理場所かな。今はあの店として、ステマじゃない、あのステルスしてない間ですから。兄さんと握手。え、誰にどう思われてる。例えば家族にどう思われてるかっていうと、
自転車旅行はいい趣味だねと言われるけれども、ネット趣味はインターネットとか怖いでしょうっていう考え方ですね。インターネットとかコンピュータウイルスとか触ったら感染するでしょっていう感覚ですね。いや、そこまでひどくないけど。おお、ネット、今ネット通販やってたっけ。通販もやってるかも。もう少し、あれこだわって作ってるからだと思うんですよね。あれ値段的には全然ふっかけてないはず。たまれ材料とか作り方にこだわりすぎてる、すぎるって言い方よくないな。こだわってるせいで値段安くできないんだと思う。そもそもそんな儲かってるわけじゃないし、あれん、何みたいだね。家族、前実家でうどんに配信したことありますけどね。何、前実家でボウユミちゃん聞かせたら家族全員笑い転げまして、妹が友人からもらったメールっていうのを私の方に転送してもらって、でその友人の人のメールを棒読みで読み上げさせたら家族全員笑い転げまして、その友達かわいそうだなと思いました。手を、テーマ、ほらさん、はい、62キロ、もう10キロ進んだ？嘘。そん、直線じゃないですか、それは。何ボリューム？今時速は20キロないぐらいじゃないですかね。これで止まらなければ十分、早く着くはず。皆さんと。食べログに、あれ、キジだ。キジも、キジ、こっちにもいんのか。キジの目のカッとした目がちゃんとさ、描かれてる。ちゃんとキジらしいキジだ。止まるのよ、すいません。申し訳ない。止まってしまったよ。あ、追い風だ、これ。今追い風だ。車。あ、じゃあ、本当に60キロか。じゃあ、7時までには十分着くだろうな。やった。てか、追い風だったんだ、これ。風の抵抗あまり感じないなと思ってたけど、立ち止まらないと気づかない。ああ、海沿いの方の道行ってもよかったな。信号待ちないですね。ここからちょっと市街地に入りますね。いや、寄り道はまあ面白そうなのがあれば。今日は旅館にまあ8時だろうと9時だろうと付き合いはなんとかなるんで、まあそれ言ったら昨日のキャンプ場だって別に遅く着いたからといって、ああ遅く着いたら受付できないか。まあでもそんな生きる死ぬの話じゃないですからね。あ、なんとか石温泉ってありますよね。アゲンスト、今はアンチアゲンスト、順行って、順風ってなんて言うんでしょうか。フォロー、フォロー、深夜に、まあ騒いでなければ。軽トラ、軽トラ以外、軽トラってどんぐらいですかね。半分ぐらいかな、ここ走ってる車の中では。ほら、これで1対1で 50%。 鮭は見たところ、ちらっと見たところいないと思う。フォローウィンドか、ありがとうございます。アザラシは今日見ました、襟裳岬で。遠くだったからテカテカ光ってる頭が見えただけでしたけどね。アザラシの頭かわいい。アザラシは缶詰とかなってましたっけ。トト肉っていうのはよく見るけど、アザラシ
アザラシ。アザラシ。猫だ。アザラシカレーか。あ、なんかそういうのあったな。襟もなきゃ何もない。それ一遍聞いたな今日。コンボ温泉。猫だ。かわいい。子猫よりほんの少し大きいぐらいな、大きくなったぐらいのやつ。どうかな、近づいたら逃げるかな。ニケですね。あの尻尾、細い黒い尻尾を。あ、奥にもいた。これ猫小屋だ。もう一匹いた。なりますね。3匹いた全部で。中に入ってしまったけど、今前通ったの見えましたかね。餌やるから出てきて嘘だけど、餌やらないけど出てきて、うん、あ、ゼロイマップ今本屋にないですよね。餌やらないけど出てきて、あ、顔覗いた。ルル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 。猫に逃げられ。顔見えますかね。暗いかな。一応今一匹顔見せてくれてるんですけどね。道民雑誌か。道民雑誌っていうのもすごい。この中猫もっといるんじゃないですかね。ゼロ円ショップ。ショップじゃなくてゼロ円マップ。うん、どこでも、あ、そうだ、こういう時こそ近づけないからこそ3000人。ちょっと待ってください。看板が見えてますか。ピントどこだろう。どこがぴったり合ってる。全くだ。見えた。わら。オッケー。出てきた。出てきた。こいつは子猫っぽいですね。めちゃくちゃ小さくはないけど。かわいいね。かわいいな。かわいいのはかわいいと認めるけども、猫かわいがりはしない私は。所詮動物と人間だ。かわいいですね。小さいな。少なくとも3匹見えてます。いや、野良猫ですね。これは首はついてない。首はない飼い猫かもしれないけど、それは分からないからな。じゃあ行こうか、行こうか。あざとい。全く自分が可愛いと分かってやってやがる。よいしょ。あ、ついてない。冬はどうなんでしょうね、こっちの猫って。いや、もうすぐ登り終わりです。アップダウンあと何個あるかな。乗せられたら、所詮動物だ。これ国道に合流。ああ、そうか、襟裳岬を経由しない国道だったのか。国道がこれか。お、食事どころコロップ。なんとなく不穏に見えてしまうのはコロだけ見て言ってますかね。私は食事どころコロップ。いや、食わないですけど。
コロップ。裏側まで41キロ太るのか。裏川か、あれは。コロップ、襟も海と山の幸フェスティバル10月3日。これ昨日も見たな。気にしてましたね。おやつは3時、取ってないよ。あ、放送開始から4時間か。GoPro のメディアはあと2時間ぐらいあるはず。あ、 GoPro 生きてるかな。走ってる時間が言うな。今日は三井市駅、日高三井市駅の駅前の旅館まで。あ、100日くらいか。お、麦わら帽子か、あの子供。祭りあんまりあると私困るんですよ、遅くなりすぎるから。13時か。なぜ俺は海賊王になるじゃないんですか。まだ刺身とか出てるんですか。お正月、お正月は基本的に実家いるんで年末ですね。お、北緯42度地点。そして麦わら帽子じゃなくてヘルメットでした。北緯42度通過。随分道が広くなって車も増えましたね。ありがとう。これ42イベントありがとうございます。雲ちょっと増えてきましたね。日も当たらなくなってる。気温的にはちょうどいいんだけど。一つの人はこっちは、でもさっきみたいに感知されてる場合があるしな。来月は、ああ来月どうだろう。ま、さすがにまだじゃないですかね。さっき73キロだから60キロになると随分減った気がする。精神的ダメージを受けませんよ私は。おっと、で、セイコマだ。襟裳岬のあたりってセイコマなかったですね。そういや、この辺で。主権さんいらっしゃいませ。とりあえず様に駅まで行けば輪行は可能だけど、重すぎて輪行したくない、はあ、大事。ああ、確かにそのぐらいのレンジの話ですね。レンジ。あと6時間で着けば、まあ約束通りですね。もう今日はあと60キロです。トータル80キロオーバーぐらい街ですね。下り60キロずっと下りってどんな道だ。約束守るから。ほら、追い風。この旗で分かりますかね。60キロで、そのネタは3回目か4回目か。エネオスだから、北連じゃないからフラッグは多分置いてないですよね。よっ、エアチェックか。ニーカップのあたり有名ですよね。ニーカップと静内かな。前泊まったライダーハウスのオーナーさんは確か馬主だったはず。馬主、馬主。
マイペースです。本当は急いだりとか一切したくないんですよ。昨日はキャンプ場の、閉門時間とか一番重要な近くにあるお風呂の時間が迫ってたんで急いだんですけどね。自転車種、そう、自転車オーナーです。こっちのクロスバイクは何だっけ、イトトンボ号か、イトトンボ号。5000万以上、それは馬から来る年収ですかね。それとも年収5000万以上だから馬主になれるってことか。配線跡、ああ、この先あるかも。昔は様にまで来てるあの線ってどこまであったんですかね。確か短くなったんじゃなかったですかね。島戸城号は初代の緑色のマウンテンバイクですね。チタンフレームの、チタンフレームの。なれませんということか。お金持ちでしょうね。なんかそんなイメージがある。あとゴルフも金持ちのイメージっていう、金持ちの趣味というイメージがある。間違えた。今なんか駄菓子屋さんっていうのがありましたね。駄菓子屋夢、駄菓子屋三条。ちょっとあれに惹かれるけどな。店に入るの放送してるとなんか入りづらくて、ちょっと買いたいけどな。目の前の、おお、ここは東大公園。これ偽物ですよね、この灯台は。ここはなんて地区なんだろう。9時、ああ、駄菓子屋で、なんか今サイドにあのサインがいっぱい書いてあるバスが通った。何のサインだあれ。まだここでございます。あ、襟裳駅ってことはここまであったんだ、駅。多分バス停に襟裳駅って書いてある。この手のあの元駅の場所がバス停になってるってよくありますからね。 JR 北海道バス襟裳駅、ここは昔駅があったんじゃないですかね。 JR じゃない、国鉄か。農薬の芝生歩くのに高い金払うゴルフ。農薬のアザラシ肉の高級。いやと。つまり線路なくなりまくってますよね。私が前行った時まだあったふるさと銀河線、あれ銀河線でよかったっけ。名残、あ、でしょうね。つまりここまでやっぱり鉄道来てたんじゃないですかね。何線なんだろうここは。そうか、鉄道が本当になくなってるんですよね。前行ったのロロラインのところも羽幌線っていうのがあったらしいんで、三石までもう残り50キロ台でしょう。日高本線か、なるほど。ああ、なんかそんなんだった気がする。たまにのやつもあれ日高本線でしたよね、確か。多少は大丈夫です、まだ。苫小牧方面ですね。明日より苫小牧から夜行フェリーで八戸、あるいは間違って大洗へ。またせこまだ。あるところには本当に密集してあるな。本当にお世話になっております。あ、今の音は間違ったふりで、間違ったふりで、明日からまあ平日ですよね。この夏休み期間でもない明日の日に行くつもりです。ちょっとこの音は確か、あれ緩んでないな。キャリアの蝶ネジが緩んでる音だと思ったんだけど、あれ緩んでない。あ、ちょっとだけ緩んでた。少しカタカタ鳴るんですよ。前
緩むどころか輪行などネジつけるの忘れてて何日間か走ったことあります。麦、はあ、茶に及ばんがうまいな。北海道です。裸で、ああ大切な、この外で喉が渇いた時のお茶は、まあ、麦茶が最高なんですけど、何の工事スクールで行っちゃいましたからね。あ、そうそう、無敵食堂の店員のお姉さんはあのスクール水着って私が言ったのに対してあの眉一つ動かされなかったと思います。で、黙々と名刺をくれました。結構精神的に来るものがありますね。あ、広告ありがとうございます。お姉さんはノリノリではなかった。まあそれもネタになるけど、あのツイートしてる人はさっきあの調理場に30代ぐらいの男性はいたけど、あの人が書いてるのかな。そうリアクション特に。明日船に乗りたいと思ってます。大人前振り唐突に。歌になれば。まあでも全員があの店の人全員がノリノリっていうよりはそもそも一般客の方が多いんでしょうからね。鉄道駅、ここは潮見団地というらしい。バス停が周りの店とは周りの店、そうなんですか。周りの店ってだって隣のお土産屋さんじゃないですか。お土産屋さん同士はまあ上辺はともかく敵同士にならざるを得ないんじゃなかろうか。そうだよ、スクール水着って言わざるを得なかった。でも出てきた無敵食堂の名刺はあのロングライダース的な絵でしたね。まさか自転車ネタとは。そう、思い出にはなった。